はいどうもこんにちは、ピアソンのゆうです。今回はアンデッド使っていこうかなと思うんですけど、今日の、セットアップは、超遅延型ということで、異常と裏向きカードを採用してきてきました。で、それに加えて人格でね、掃除屋っていうスキルがあるんだけど、それを振ることによって、一定距離内のサバイバーが回復している時に、そのサバイバーの人格を赤く表示するっていう人格があるので、それと組み合わせて、暗号機をひたすら異常で守りながら立て直ししようもんなら掃除屋で居場所がバレますよっていう、構成でやっていこうかなと思います。まずは一ついいね。やっぱさ、アンデと手っ取り早いのはもうスキル連発して、でこれでさっさと50貯めて、で無理やり来たの間に入り込んでいくのが一番強いんだよな。惜しい。まあまあまあ、多分回復はされきれないんじゃないんかな。間に合うか。おいこれ当たると思ってなかった。切り上げからの切り下げぐらいで当たるかなと思ったけど、さあ向こうがいない。ここ誰かいるな。中央誰だろう。オフェンスだな。あーまだまだ進んでないね。20-30%でね、やっぱ異常使うのちょっともったいないから温存して。あーまあまあさすがにね当たんない。今なんかちらっと誰かいた。そんな気はしなくはない。もう板倒しを、板裏待機はこっち側か。おーい、オッケー。50溜まってるから、気絶することなく突っ込むことができると。これが一番強いよな。で、こっち側いない。どうしました。なんか庭師さん、それちょっと待ってください。注射器持ってないですかね、それもしかして。まあでも注射器の自己治療でも発動してくれるのね、掃除屋は。便利ですね。ほんとそういうね、意味でね、持ってきたんじゃないんだけどな。注射器対策で持ってきたんじゃないんですけどね。まあ、二人ぐらいが一緒に治療するのを、一瞬で見抜いて、接近するための、人格だったんですけど、まあまあまあいいでしょう。で、こっち側冒険家いたから、今の間にね、冒険家見つける間にさっさとやっちゃおう。で、一発分ダウン、ダウンじゃねえな。一発分入れて、いや、石めんどくさいよなー、こうやってね。なんだかんだアンデッドにもさ、石刺さるよね。すぐ立て直しされちゃうから、結構やってて辛い。あ、向こうが起こされてるね。多分石が起こしに行ったのかな。か、オフェンスかわかんないや。ちょっと冒険家追うのやめよう。アンデッドすごい、あれだね、工場をやっぱ追いづらいわ。みんなも、工場は、追わない方がいいかもしれんな。なんでそんな回復早いんだよ。いや、本当はね、あれなんですよ。崩壊も積みたかったんだよ。崩壊も積んで、ゴリゴリの、遅延パーティー、遅延構成でやっていこうと思ったんだけど、やっぱそれだとね、どうしても裏向きカード抜かなきゃいけなかったから、それがちょっと怖くて、やっぱり、初動うまくいけばいいけど、うまくいかなかったらもう異常だけじゃどうしようもなんないから、まあ、一応それ対策で、裏向きカードは一応保険のため持ってきてはいるんですけど、さあどうしましょうか。こういうポジションも弱いからな、ここも結構きついよな。やっぱ閉鎖空間ないと追えなかったね。よかった、もっと強いで。で、向こうが治療してね。そんなとこで治療は許しませんよ。いいね、掃除屋生きてくるね。で、向こうが行ってるから、もう冒険家はこの間にね、ダウン取りたいね。多分今からオフェンスが、庭師のこと起こしに行くと思うから、そうしようか。あ、てか、あれか、庭師、そっか、椅子壊すアイテム意味ないもんね。だから、さっさと箱あさって注射器ゲットしてるのか。なるほどね、そういうことか。よし。じゃあ、そのままここで冒険家ダウンが取れたので、このエネルギーを下げながら、向こうが起こしに行ってる人をやりに行きましょうか。今、庭師半分、超えてたかな、半分でか。ゲージ超えてた。さあ、ダウン確。で、このまままた冒険家と戻ろうか。うん、向こうが行ってるし、多分、超えてた気するな。オフェンス、これなんなら当てたいけどな。あ、待って、向こう側も治療してんな。じゃあ一応そっち側妨害しに行くか。治療だけはね、させたくないんでね。まあしてもいいんだけど。されても別にいいんですけどね。医師もね、一発分最初にダウン取ってるから、二ダウン目も取ってもいいんだよな。なんかこの試合、なんか自己治療するサバイバー多くない？もうそういう意味、そんだけね、自己治療されまくっちゃったらあんま掃除屋が、刺さんないんですけどね。本当はね、自己治療できるサバイバーってね、医師ぐらいしかいないからね、あんまり、こういうことはないんですけど。あ、やべ、オーバーヒートしちゃった。久々にちょっとオーバーヒートしちゃったな。やべやべ、焦りが出ちゃった。こうなっちゃうとね、アンデッド君はね、足も遅くなるし、スキルも使えない。もう最弱となり果ててしまうので、向こう治療してんな。あー、そうそう、こういう時がね、いいんですよね。そうやって治療しようもんならすぐ、おー、こんにちは。とりあえず、与える。まあ、冒険家ね、ダウン結構取ってるから。おー、今これ宝使った。めっちゃ使ったな。はい、絶望の異常。ってか、かっこよくね、アンデッドの異常モーション。めちゃくちゃさ、重そうな蹴り、一発ボーン当てて、やってるのかっこいいな。で、向こうが、いやー、やっぱ工場追いづらいわ。工場追いづらいわ。閉鎖あっても追いづらいわ。工場運だったら、やっぱ感謝ないと追いづらいかな。感謝なかったら竹チェンした方がよかったかもしれない。結果的に、あそこで、冒険家竹チェンしといて、
で、オフェンス一発負傷できてたらオフェンス狙ってとかの方が良かったかもな。うん、さあこれで、ゲージどんどん増やして94の状態で、はい、オッケー、よし。さあどうしよう。まあでもね、結果的に冒険家の方狙わなかったらこの暗号機上げられちゃってたから、まあいいかな。で、3枚だと開き、開きもね、異常なかったらもう上がってる、とっくの昔に上がってるからな。もう結構上がりかけ、あー結構やってる。それは困った、それは勝ちたくないね。ここも守りたいね。で、さあボールを使おう。そんな大胆な使い方する？ OK、 じゃあ向こうが石が走って回復に向かってるから、それ次阻止しようか。まあここは上げられちゃってもまあ仕方ないや。異常もまあまあまあ残り25秒ほどあるし、一応こっち側で立て直し妨害だけして、異常のクールタイムだけ、計算しておけば工場の暗号機上がることはないでしょう。さあエネルギー増やして、はい、これなんだよな、アンデッドの弱点その2、この壁されちゃうとか、この壁に対策、なんかめちゃめちゃ壁されやすいから、さっさと殴っちゃった方がいいんだよな。はい、オッケー、さっさと石をダウン取って、これで石も2釣り目だから結構これできついと思うんだよな、サバイバー側で。ここもはい、以上、はい、ゼロに戻す。あ、でもゼロまではいかないな、結構もう異常腐ってきちゃったな。次できたら最後ぐらいだけど、感謝に変えてもいいけど、なんか別にいいのがあるかもしれないから、まだ残したものでこのスキル一発使うだけで20貯まるからいいよね。でももう一発のやったら、はい、これで50貯める。一応ね、これね、適当にやってるわけじゃないからね、50貯めるためにわざとその場でやるみたいなことは結構強いかなと思って、まめに使ってるかな。さあ石ダウン、なんかあれオフェンスも回復してんな、おかしいな。なんかオーバーヒットしちゃった。今俺下げたよね。あ、わかった、50ギリギリでなんか下がり始めて50切ったタイミングで俺ちょうどエネルギー減らしたつもりだったら増えちゃったのか。やべ、オーバーヒートしちゃった。恥ずかしい、見ないでオーバーヒートしてるとこ見てほしくないな。あー、そっちが回ってるからこっち側から先回りしていこうか。閉鎖もしてるしチェイスは伸びないと思われます。こっち側、いやーでもこれハッチいっちゃいかれちゃうな。はい、倒す。お、これ板倒しモーション中に合わせてもいいんだ。それは知らなかった。お、ボール使わないか、じゃあ殴っちゃおう。オッケー、で、はや、そんな足速い、やべ、これ、初逃げされちゃう。あ、でも、よかったよかった、ここにもないってことは、向こう側にあるんでしょうね。さあ、オフェンスが行くのが先か。あ、でもこれ、結局ダウン取ってもさ、よちよち歩きで行かれちゃうから、あんま意味ないか。はい、オッケー。まあまあ、投稿してくれたらラッキーということで、じゃあ、このまま2戦目遊んでいこうかなと思います。さあ2戦目、月の川公園で遊んでいこうかなと思います。まあ、さっきの構成ね、やっぱり強いのは狭いマップ、まあ、さっきやってた軍需工場とか、まあ、教会とか、まあ、病院とかがめちゃめちゃ強いんですけど、まあ、逆にこういう広いマップで、まあ、本来苦手とする広いマップでやったらどこまで、ああ外しちゃったー、けど銃撃たれなかった、よかった。広いマップで異常、多分相性良くないと思うんだけど、まあ、あえて相性良くないマップでやってどこまでいけるのかやっていこうかなと思います。さあ50溜まったよ、 OK、 50溜まった。こいつはもうチェイス無敵だからな、銃さえ当たらない位置に入れれば多分大丈夫かな。これ大丈夫か、多分これはね、当たる。オッケー、いいね、よし。こっちが回してない、2階建ての中回してんな。残り5秒で異常も使えるから、そのままいっちゃいますか。さあこれ誰だ、兆候っぽかった。あー、兆候だね、あ、兆候だ、オッケー。まあいいや、まあここ異常打つのちょっともったいなかったけどな、兆候チェイスはね、その時間かかるから何もしない時間の方がもったいないかなと思って使ってみたんですけども、あ、でもここエネルギー溜まってるか、あ、これやれちゃうな。はい、オッケー、一発、いいね、このコンボ。一発分ぶん殴って板倒ししてくれたらそれもそこでぶっ壊せるから、でこれで壊してどん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 やって、あ、オフェンスが空軍起こしたな、危機一発が発動してる。で向こうが、あ、オッケー、ステイン誘導うまくいった、はい、オッケー。んーで、これで超高ダウン。さあエネルギー下げまして、ああ始発回してんのか、じゃあ始発にこれ異常使いたかったら残しておけばよかった、こんなに早く超高し枯れると思ってなかったからな。じゃあ普通にそのままいっちゃって、マジシャンか、これマジシャンね強いんだよな、普通に。なんか俺が使った時は一瞬で散っていったけど、本来マジシャンね、アンデッドにめちゃめちゃ強いんですよ。もう突進見てからステーキ使って受けられちゃうから、しかも50溜まってねえな、全然溜まってねえ、下げながら来ちゃったわ。まあここで一発のステッキして、オッケー、これステッキ使われなかった、でかってか届くんだ、届かないと思ってやっちゃった。さあ向こう起こされてるから、それをね見てね、しっかりと戻っていく。はい、まだ先のオフェンス、これで全通復活完了。これ相当きついんじゃないかな、サメはやっぱ負傷状態で、おお、いたのか。負傷状態でそのままいるって相当怖いからね、アンデッドに対して。まあ、これはこっち側行っちゃうから、あ、ギリ
50から下がっちゃったか。まあそれだったらここしっかり先に壊させてもらって来てはないかな。オッケー。じゃあそのまま行ってここも壊す。あ、ちょっと待って、ガバ、あー、しかも50切っちゃった。そういうガバが出てる。これ当たるんだ。なんかこの突進攻撃もやっぱ右側の方が判定広いのかな。そんな感じが最近してきた。うん、やっぱ右手でこうやって切り上げてるから右側の判定の方が広いんだろうな。それ結構勉強になるな。やっぱ一直線の道とか、多分一直線の道で狙うコツは自分の右側をちょっとだけ隙間当てて開けて追うと多分結構当てやすい気がする。そんな気はしてます。さあ、今やれば当たったかもしんないな。ビビらずやればよかった。お、そっちが行くか。なるほどね。ただステッキがまだまだあるんだよな。1個使ってこっち側来てないってことは。あ、おおお、どこ行った。マジさんどこ行っちゃった。戻った。戻っ、足跡ね、完全に消え去っちまったけど、まあまあまあ、じゃあ、調香師が起き上がってくれたんでそのままやりましょう。これ多分戻れないでしょ。ああ、戻れるんだ。反射神経すごっ。はい、でも戻ったとしてもね、やれちゃうのがアンデッドの強みで、ようやく飛ばせたので、まあ、異常度みたいに使いたいけど、オッケー。やっぱこれ右側の判定強いな。これ理想は向こう側の、始発側のね、暗号機にかけたいけど、ここだ。いや、外した。お前、エイムどうなっとるんや。それ完全にチーターのエイムやん。オートエイムプラスホーミングなんや、それ。かなり高級なチート使ってるタイプの FPS ゲーマーのエイムやん、それは。どうしよう、これ。空軍でも一回ダウンさせてるから、このまま空軍追ってダウン取って、何度かこれ4追したいな。さっきの試合、オフェンスが投稿してくれたから、まあ、4追になったけど、大会だったらそうはいかないから、何度しても4追する、釣り計算をしていきたいとこではある。さあ、そっち側行ったとしても、閉鎖もあるし、じわじわと歩いていって、はい、オッケー。よし、まずさ、なんか今、そこオフェンス行ったな。なんか回復しようとしてなかったか。赤く輪郭表示されてたよな。さあ、起こされた。まあ、そのまま。まあ、このままマジシャン追いますか。はい、これで、がっつりとエネルギーを貯める。俺、これ、もうエネルギー貯めるために使ってるもんな。実戦向きっていうか。あ、やばい、これ、絶対スタン。あ、してこないか。なるほどね。じゃあ、そのまま。はい、する。あー、やっちゃった。これ、イージーミス。イージーミス出たね。て今、奥でオフェンス回復してたな。なんでそんなみんな注射器持ってんの。持ちすぎじゃない。そんな注射器みんな持ってるもんだったっけ。まあ、いいか。まあ、順調に追っていくしかないな。はい、オッケー。おー、危ねえ。オフェンス、接近してきてた。さあ、とりあえずこれね。あ、惜しいな。まあ、しっかりとここでやらせてもらおうか。なんで香水持ってんの今、立ってる。え、この人、今さっきタックルしてなかった。で、なんならこの人、今さっき注射器で回復してなかった。アイテムマスターか、こいつも、もしかして。アイテムマスターがいるな。あー、まあ、追っていくしかねえな、このなったら。まあ、その間に、マジで起こされちゃうと思うから、あー、ぶねえ、また頑張るとこだった。で、傭兵着でオフェンスも2ダウン目。もうそろそろ空軍、あ、空軍起こしたんか。なるほどね。じゃあ、これ、あえてマジシャン置いといて、次ちょっと空軍のダウン取るわ。そうしたら多分ね、みんな出血しゲージでいい感じになるから、オッケー。これで、ね、マジシャンダウンさせた頃には、多分ね、いい感じになって、4釣りできるんじゃないかな。それがいいね。よし。今度こそ消し去って移動用のモードにしまして、あー、起こしてるね。そんだけさ、やっぱ広いマップだったら掃除は刺さんないね。やっぱ工場とか、精神病院とかだったら刺さるけど、広いマップだったらやっぱり、うん、掃除合わせてその分崩壊とかに振った方が良さそうな気はする。まあ一応強い時は強いんだけどな、このマップのスキル。さあ、そして裏向きカードをめちゃめちゃ腐ってた。裏向きカード腐りまくるじゃないか、もしかして。まあそんなことは置いといて、まあ今回はゴリゴリの、ね、遅延が、まあ、できたということで、皆さんよかったらゴリゴリの遅延、泥沼アンデッド使ってみてはいかがでしょうかということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと Twitter もやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。